おい、この子じゃなくて、この子でも。あ、先生、いつの間に。以前おっしゃっていた喜劇についての古書はいくつか心当たりがあって探していたのですが、確かこの辺に。あ、この子です。この子はロマンチックな雰囲気に満ち溢れた喜劇なんです。とある夏の夜、森の中でいたずら好きな妖精がいました。その妖精は花の蜜を人の目に垂らして、すみません先生。あ、いえ、私は大丈夫なのですが。え、お話の続きですか。それはその、次に目を開けてみた最初の相手が運命の人という。あの、申し訳ありません、説明が下手で。いっその私ではなく、今日は先生の好きな本について教えてくれませんか。